構図です。HKT メンバーを生で見た後、今博多駅にいます。で、このね、特急緑ってやつ、35号行き2時33分発佐世保行き、これに乗ると鳥栖に行けると、急行特急か、なのでこれに乗って鳥栖に行きます。で、まあ、鳥栖着いたらもういつも通りのサッカー Vlog、 な駅前不動産スタジアムですからね、駅前にあると、ちょっと楽しみですけどね、初めて行くスタジアムなんで、はい、ちょっとそんな感じで、行ってみたいと思います。ついにね、鳥栖到着しまして、これからね、スタジアム向かいたいと思います。15時11分発 SL 人吉号熊本駅はこの後5番乗り場に到着いたします。これは全席指定今ね、スタメンが発表されて、藤原壮也がベンチ外ということで、あれだ、駅前不動産スタジアム近い、マジで駅前だ、近っ、面白い、すごいですね。そう、藤原壮也ベンチ外で新井がスタメンで、まあ、デンと渡辺大輝がベンチにいるので、サイドバックとセンターバックはなんとかなると、両サイドバック買いがいると、あとは、まあ、島袋がね、今日もベンチ外になっちゃって、前節入ったのにね、今日は谷口がベンチ入りというところなんで、まあ、鈴木フル出場なのかなというふうなところは若干ちょっとあります。あとは何でしょうね、高木と伊藤がついにスタートから同時起用とスタメンということで、まあ、それもちょっとね楽しみですけど、で控えに小見とダニーロがいるから、まあアクセントというか、まあ、何か後半またちょっとブーストかけなきゃいけないって時は全然それでなんとかなると、多分そういう風な感じだと思います。すごいね、でかいね、いやーいいですね、こんな駅前にこんないいスタジアムあるなんていいね。鳥栖駅すごい、もうあれですよ、サガン鳥栖ゴール勝利で、今日は新潟戦なので新潟のフラッグが飾ってありますね、すごい。駅前不動産スタジアムこっちですね、こっちでした、駅から出て右こっちですね、すごい、エレガント手塚じゃん、すごいよ、すげえいいスタジアム、まあ、みんな何撮ってんだろうと思ったら SL がいるんだよ、ほらすごいね、 SL いるわ、いやいやスタジアムでかっ、さすが J1 のスタジアムって感じですね。あの北九州のスタジアム外から見たことありますけど、これの3分の1か2分の1ぐらいの大きさだから、駅前不動産スタジアムでかいっすね、マジで、すごいすごい、ちょっと楽しみで、コメントで上から見た方がいいですよってコメント来てたんですけど、俺チケット買っちゃったのがそのコメント見る前で、俺1列目買っちゃったんですよね今日、よりによって、そうそうなんだよね、だからどう、それが吉と出るか京都出るかですけど、いやすごいすごい、普通にあれだね、多分こっちがスタグルだ、ちょっとぐるりしましょう、まだね3時10分ぐらい、あすごいですね、多分こっちがスタグルのゾーンのあれだね、でこっちもあれだね、多分そのスタジアム前コンコースじゃないけど、ちょっと見てみましょう、いやでかいわ、えすごい、え、すごい。これ、刺繍自分であれしたんですか？図案から、一応これ、あの、ゲームのパロディみたいな感じなんですけど。そのゲームのフォントを真似して、この目の前の敵が最強の敵っての。すごいっすね。いや、オリジナルグッズすごいわ。いや、すごいでかい。今、ここにいて、多分広場っていうのが多分こっちなんですよね。で、北スロープ、ちょっと見てみましょう。あ、すげえ。グッ
ほど。可愛いな。いいバランスなんだ。レプリカ5000円。あ、ニューバランス。これトスモデルなんですか。すごい。574と327。足のサイズね、29なんですよ。ない。いや、それ言うと。うん。え、かっこよ。これだったらあります。29これだったらある。これはもう こういうカラー。あー、もうちゃんとソールも白の紐があって、これも入ってるよって。かっこよ。履いてみます。僕は新潟サポなんですよ。新潟サポ。これはここでしか売ってないんですか。そうだと思います。オンラインとかもなく。いいですか。いや、僕ねこれナイキで別注したんですよ。見たことないと思うんですよ、これ。初めて見ます。ナイキのダンクなんですけど。すげえ。いいですか。やば。なんかちっちゃいっていう人もいるし、大きいっていう人もいるんですよね。あ、でもジャストっぽいっすよ。本当ですか。すごい。これいくらですか。これが、今年のモデルなんで16,500円。16,500円。支払い方法は なんでも電子決済でも。電子決済いけちゃいます。いけちゃいます。うん、歩いてみて。俺アルビサポなんだが。かっこいい。紐変えんかったら。ね、それっぽい、それっぽいあれですよね。全然普通に履けますよね、かわいい。全然普通に履ける。これは欲しくなってしまう。いいですね。かわいいですよね。いい。買います。本当ですか。はい。箱だ、どうされます。箱いらない。箱いります。いります。飛行機で持って帰ります。すげえ。これ一番かっこいいな。いいですよね。いい、これかっこいい。かっこよ、かっこよ。スタジアムを背にして、こっち側にね、広場みたいなのがあるんですよ。ここにスタグルとか結構あるみたい。いや、もうね、思わずね、ニューバランス買っちゃったわ。かっこよかったし、レザーの質感もほどほど良かったし、足にフィットしたし、歩きやすかったので買いました。で、基本が白色なので、まあ何でも合うでしょうという風な。まあ紐さえあのピンク水色にしなかったら、あのサガントス感がそんなに出ないっていうのもちょっと後押しになり、普段履きに使います。はい、いや、な、買っちゃった。俺まさか俺サッカー場で靴買うなんて思わなかったわ。いやー、いい。で、今日なんか今やってますね。サガンティーナさん、サガンティーナさんいますね。キックターゲットやってるし、スタグル、サガ牛、牛すじ。へえ、いいっすね。あれ、サガンティーナらしいっす。1ポイントで最も点数を多く獲得できた。ちょっとスタグル一周しましょうかね、ここ。どのチームが優勝するか予想。
喫茶 J。 はい、はい、ドブ漬け唐揚げ、何それ、至極のかき氷、ステーキ、焼きそば、チーズハットグ、ゆいカフェ、キーマカレー、佐賀ご当地グルメ、シシリアンライスご当地グルメなんですね。あとはこっちもかき氷、かき氷、かき氷で、ブラックモンブラン、ブラックモンブラン、へえ、すごいすごい、ソフトクリームがあるんだ、あ、これ美味しそうじゃん、あ、あとケバブ、ケバブはどこにもあるね、ケバブ、で、こっちが大学院も唐揚げ、で、こっちがパクイルグ小野裕二手作り串団子、へー、団子あん、へえ。準備はよろしいですか？はい、それでは早速始めていきましょうか。で、牛すじピタバンサンド、へえ、すごい。あのブラックサンダーアイスにしよっかな。ブラックモンブランソフトクリームしよう。これちょっと食べましょう。これいこう。買っちゃった。ブラックモンブランソフトクリーム。美味しそうじゃん。ね。ちょっと食べましょう。どっか座れる場所を見つけよう。座れる場所を見つけよう。うまそう。はい、無事荷物検査とあのチケット確認終わって中入ってきます。いやー、なんか近づけば近づくほどいいスタジアムじゃん。今ね、ちょうど生配信してたんですけど、あの東のユアスタ、西のベススターらしいですよ、ベアスタか、と思って、あ、買ったら抽選できるってやつか、はいはいはい、面白いね。こういうラフォームたち、あ、これはサポーター席なんだね。これはビジターのユニフォーム着てるとダメな場所だね。ちょっとぐるっとしましょう。でも確かに内装はそんななんか新しい感じはしないな。いや、でもアルビサポ多いよ、やっぱり多いと思う。どうもー、よし、どうよし、入場しました。
ありがとうございます。素晴らしい。いやーパク入りがやだしたね。今ね中洲にいるんですけど、無事速報版のレビュー動画も今アップして、ホテルで編集してねアップして、晩飯食べに行こうというふうに思ってます。ちょっといい往復してあれだね、インバウンド様ですね。インバウンド様、うわーすげー混んでる、すごいわ。こちらもございません。めっちゃ手が酒に変わりはない貸してみてます。すごいね混んでるね。どこもかしこも、どこもかしこも行列。全部一旦戻ろう。天神の方に向かって歩いてます。なんか店あるでしょう。だれにこれをちょっと移していくね。焼けてってみよう。すごいすごい、ちょっとやっていくよ、これやっていくよ。もうドロドロに、ドロドロにつけます。うまっ、うまっ。翌日5月21日ですけれども、まあ、今日ね東京に帰るわけですが、まだ飛行機がね夕方の便なんで時間があると、博多観光すると、福岡観光するというふうなところで、昼飯何しようかなと。今ね11時半ぐらい、11時20分ぐらいかなんですが、まあ、僕が、まあ、福岡来たら、まあ、必ず食べたいラルキーのペペ玉ということで、今ラルキー向かってます。いや迷ったんですよね、なんか天神ぶらりして、またなんか新たなご飯屋さん開拓するのもありかなとか思ったっすけど、まあ、ここ来なきゃ食べれないんでね、ラルキーのペペ玉は冷凍ありますけど、冷凍でも売ってんだよね。でもね、いや、やはり現地で食べたいというふうなところで、僕の足は大堀公園駅に向かってましたね。いや今までで一番並んでるわ、めちゃめちゃ並んでた、みんな日傘さしてるわ。いやでもね、僕は1時間でも2時間でもね待ちますよ、食べれるのであれば。まあパスタだからね回転率良くないんだよね。すごい並んでんじゃん。そう、行きます。
私が作詞して歌っている情熱のループ、アルビレックス新潟の応援ソングですね。iTunes Music、そして Spotify などの配信サイトで絶賛配信中。まだお聞きになってない方、ぜひ概要欄からチェックお願いいたします。